ね、任されました。田代コーチが一番に来て、牧田がスタートをいい形で切って、そしてさあ、ケイサマ1号も、牧田のバットから飛び出した。チーム第1号に続いて、空振りが多いか。大きな当たりだ。これはどうだ。入った。いいウィング第1号。高めに上がった。せいや、アンブリーゾーン。ライトへ、このまま打球は伸びていく、伸びていって、今度はどうだ、入った、ホームラン、入りました、松井稼頭央。まあ、よく知るとね、うん、まあ、普通、波ぐらいのスピードなんですよ、ね。初球打ったけた、そしてガーッと伸びていって、伸びていって、どうだ、入った、ホームラン、キリーサーのホームランで、はい、それがきっかけの打席になるような気がするんですけどね。レフトへ、いったでしょう、いったでしょう、いった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 、AJ に一発。うん、あとは哲平たち、いい感じですけど、哲平の体に触れていますが。これはどうだ、低い弾道でこれも行くのか、いった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 、ホームラン、 AJ マニーの連続のホームラン、バックトゥーバックホームラン、はい、外低め構えていますが、そのまっすぐは捉えました。さあ、これは大きな当たりが伸びていく、伸びていって、伸びていって、どうだ、入ったか、入ったか、最後は入りましたね。ねえ、ホームランは流れを変えます。さあ、この打球はどうだ、センターに上がっていった、バックした、その上遥かに越えていった、ジョーンズのホームラン。中で一人こう中継に回るという役目がいるわけでありますけれども、まあ、前回その先発に戻って2勝目をマークしたというこの井上ですが、いい当たり、右中間大きいぞ、バックする、これはどうでしょう、右中間どうですか、これは相手2チームの4連続、上がったのはどうでしょうか、レフトがバックしますが、これは序盤で6対0逆転としますと、このままワンサイドに持っていきたいところですが、3球目、これもセンターバック、センターバック、センターバックでどうか、入った、ホームラン。高めのボールどうでしょう、いったか、見送って入りました。投手はいいと判断して、強気のピッチングしてると思うんですよね。パッテライナー性の当たりがどうか、これは入った、ホームラン、ポールの根元に当たりましたか。力が抜けた、はい、ないボールでしたんでね。なるほど、島内の当たりはライトポール際へ伸びていく、伸びていく、伸びていく、大きな当たりがスタンド、逆転。まあ非常にあの攻撃のリズムっていうのも出てくるでしょうしね、はい。さあ、大きな当たりがレフトの背後へ伸びていく、伸びていく、スタンド。その一つ一つがね、はい、今後は大事になってきますよね。しかしこのイーグルスもこの回は1番の松井から始まって、高い打球は行くぞ、行きました、行きました、行きました、ホームラン、打った瞬間でした、第6号ソロショット。風は左から右へ変わりました。この風の逆ですが、マジの当たり伸びていった、スタンドへ、ね。まあ、でもそこマウンド上は唐川です。いきなり引っ張った当たりがレフトがバックして、どうでしょう、これは入った、ホームラン。さあ、ジョーンズに対してはフルカウントになっています。ランナーは2塁にいます。引っ張った当たり、これは大きい、いったでしょう、今シーズンの第12号。
ジョーンズの約1ヶ月ぶりの第12号。そして再び勝ち越しのチャンス。これも弾丸ライナーだ。どうでしょう。入った。2打席連続自ら手をこ。いいですよね。あさあレフト。打球が伸びていく、もう見えた、入りました。これがジョーンズ、ジョーンズだと思います。はい、こちらケスタ宮城のゲームは7回の裏、バッター増田です。レフト上がった打球を下がっていく、赤田が見上げた、入った、ホームラン、貴重な追加点が。6回の裏のゴールデンイーグルスの攻撃、5番のケシー・マギーからです。右に持っていったが、これはどうでしょうか。入った、嬉しい感じがしました。昨日はちょっと乗ってなかったんですかね。3-1 打っていく、これは見事に捉えた、超特大の一発が出ました。背中を上げました、オールスター。故障も癒えてね、今、やっとこう体調も良くなってきたっていうふうに言ってましたからね。その増田の当たりはどうだ、宇宙間へ伸びていく、大きな当たりが飛んでいく、飛んでいく、飛んでいく、スタンドへ、スライダー、どちらかね、ちょっと絞っていった方がね、もういいと思いますよね。なるほど。そのまっすぐだ、マニーの当たりが伸びていく、見上げた、同点ホームラン、マギーの第10。表情、三塁側のダッグアウトでした。ツーボールから3球目、いい当たり、ライトライナーが飛んでいる、ライト大きな当たりがスタンド、島内のスリーラン逆転、ね、はい、フォアボールだね、はい、ライトへしっかり打った打球が伸びていく、ね、もうライトは見上げるだけ、松井のツーラン、7回の裏、バッターマギー、ボール1で2球目、さあレフト逆風でも伸びていく、マギーのツーラン、同点、はい、そうすると三振がどんどん増えていくんですよね、はい、まあ、本当あっちゃいけないんですけど、まあ、いけないですよね、センターがしっかりね、マスターが打ってレフトへ、打球はどうだ、いったホームラン、2割9分4厘、ホームランは途中ですが、まだ今日はヒットが出ていません。センターへ、これはどうでしょうか、伸びていく、伸びていって、どうだ、入った、強くしたら振らないですからね、なるほどね、素晴らしいプレーですからね、レフトへ大きな当たりだ、ジョーンズが今シーズン岸からの初めてのヒット、ホームラン、レフトスタンドへ持っていきました。ここで来た、レフト上がった、大きな打球だ、飛んでいった、飛んでいった、逆転スリーラン、ね、はい、それもあのスピードを抜けてね、そうですね、しかも柳瀬選手も190センチという長身です。さあこの当たりはどうだ、大きいぞ、伸びていく、伸びていく、入ったるんですが、足がケースマギーデーということでね、まあその明日の試合も楽しみにしているマギーファンのためにも一本打てるか、マギーの当たり、大きな当たりがレフトスタンドへ向かっていく、入った。今日も先発マスクは鶴岡です。捉えたか、大きいぞ、見上げた、アンデル・ジョーンズの先制、松本さん、もう1点欲しいところですね。いや、もうここでね、やっぱり点で終わるのか、ね、うん、ってことでね、2点取るか、伸びてるぞ、